はい、どうもワナポリスです。ダブルマーク思いついた、ダブルマーク、イエス。今回4回目ということで、いよいよこれからクライマックスに向かっていきますよ。皆さん一緒についてきてくださいね。ということで今回もこの方に来ていただいてます。 BMX マウンテンバイカーのダートジャンパーといえばこの方。今回もクリス・ユータです。よろしくお願いします。フロンマングースモトクロスインターナショナル。いやー、ということで、あ、もうほんとヒートアップしてきて、はい、T シャツになっちゃいました。本当にね、暑くて、ここスタジオ ね最高です。はい、本当はエアコンね切ってるんで、本当はちょっと寒いんです。はい、そんなことはどうでもいいです。さあ早くも4人目のライダー紹介していただきましょう。はい、4人目のライダーはアンディ・バックワース。アンディ・バックワース、この方ですね。もう見るからに若いですけどね。若いっすね。またオージーの、もう今が旬な、今が旬だからこれからずっと旬なんでしょうけど。まあでもオーストラリアだけじゃなくても世界的に活躍してる、はい、若手のトップなんで。まあ本当にそんなまだ若いんだけど、すでにもう修羅場も経験しているということで、相当えぐいのやってますね。はい、あの、まあ、今回はちょっとね先に、映像を見ていただいて、うん、それから僕たちの話を聞いていただければと思うんで、いつもの通りアダルトな事情で、はい、ポチッとしていただければいいんで、まずは最初ポチッと見てくださいね。はい、まあ、あのね、もうご覧になった方たちはもう、うん、あの分かると思うんですけど、はい、もうなんで見た前提で話しますからね。まあそうですね。はい、この番組見てもらわないと楽しんでもらえないと思う。見てなかったらこれ何話してるかわけわかんないです。はい、この番組自体がもうそういう番組ですから。そういう番組です。はい、まず何をやろうとしてるんですかね。あれはですね。はい、ほら来た、ほら来た、来ましたよ皆さん。もうおなじみですね。やってきましたよ。なんかね、意外とね、はい、この番組で今まで出なかった技。うんうん、横に1回転360、360度もあるから360、はい、これ僕大好きな技です。はいはい、俺何回も見たことあります。はい、360、はい、yeah. この横1回転の中に、うん、の中にバースピンっていうね、要は、うん、まあ、進行方向こう飛んでるとすると、はいはい、両手からこう両手を離してハンドルを1回転してキャッチするっていう技。はい、この BMX の特徴の一つですよね、このバースピン、はい、バースピン、はい、とですね、はい、もう1個出てきます。ほう、ディケードっていう。ディケード、あ、これ4回目にして初めて聞く。新しいですよ。ディケード。まあこれを使って説明するのが一番難しい。あの、なんならワダポリス登場しますけど。ね、このちょっとこう違うメーカー同士のコラボとして、この商品がね、はい。ディケードの説明です。ディケードはですね、はい、人間自体がこう回っちゃいます。ハンドルについて回るんですか。うまくいきましたよこれ本番は。今ね。もうほら、もう行かないですよ。もう行かない。両手を握ってくれる、このね、要はだから、まあ、あれですよね、ハンドル握ったまんま、はい、体そのまんまで、そうなんですよ。バイクを回すのがテールリップ。テールリップ。となると、このディケードっていうのはその真逆っすよね。真逆ですよね。バイクはまっすぐ、まま、本体まっすぐで、人間が回ると。これがディケード。ディケード。まあ、これが単なるディケード。はい、360、バースピン、バースピン、ディケード。ディケードね。え、これを、これ3つ今出ましたね。これ3つを組み合わせる技の練習中のあのボッキーですよね、足のボッキー、痛いっすあれ。いやー、もうそうだから、そうだ、今のだけだと多分伝わんないんで、要は360をしながら、彼はまずは全部 まとまって横回転しながら、このハンドル1回転バースピン、その途中でハンドルをバースピンさせます。まあ、それだけでもいいんですけど、彼はそっから今度はハンドルについていく、ディケード、うん、これだから普通にね、単純にバーって飛んで、はい、バースピンしてからディケードするだけでも、それでも十分すごいんですよ。いや、すごいですよね。いや、もう大技中の大技なのに、うん、彼はそれを本体自体がずっとこう一回転回りながら横に大きく横に一回してる最中に、うん、まずハンドルをくるって回して戻ってきたと思ったら、今度そのハンドルについてって体も回っちゃってっていう。あ、もうで、そう、俺も一緒なんです今、自分が動くから。ね、そうだから、もうもうこれ、これ入るのかな、もういいですか、遠くでいいですか。もうだからもう4回目なんで、コートに出たし、うんうん、4回目はもう自分が回ります。こう着地台、着地台、そうだから、こう360してる時に着地台、ね、こう映ってますよね、はい、大丈夫ですか、入ってますか。こう言ってる時にここでシート挟んで、こうバースピン1回転、はいはい、バースピン1回転してキャッチして、はい、今度ハンドルについていくんですね、そのまま。今度自転車はそのままで、自転車から離れてハンドルと同化して自分だけが回ると。でまたキャッチして、そこから残りの360を一体化にするっていうのをやろうとしてる間で、最後着地で足がちゃんとキャッチできなくて、あのキャッチできなかったんですね。まあ、あんま見たくないですけどね、あのシーン。あの後ね、もう靴脱げたみたいにボキって言いますからね。
そんな感じのシーンがまあね入っちゃってるんですけれども、まあそこでもやっぱりね、まあゆうたくんもそうですし、彼は BMX ライダーとか、まあ他のジャンルもそうですが、やっぱハートが折れないですよね。だからやっぱりね、そのああいうシーンってやっぱりまあショッキングな映像でもあると思うんですけど、とはいえね、あれだけの可能性があることを彼たちは僕らにショーとして見せてくれてるっていう意味を、まあこの番組をね、はい、見てる視聴者の方にはやっぱ知ってもらいたいっていうのもあるんですよ。だからどうしてもバーンって派手なシーンだけを見てると、こうフリーサイドモトクロスもそうですよ、あんだけの危険な中でね、日本人のトップ選手たちもそうですけど、リスク背負ってやってるっていうのがやっぱりね伝わらない部分がまだまだ多いんで、あいつらちょっとブチ切れてる勢いでやってるぜやばいなっていうのも、もちろんそれはそれであるんですけど、その中には彼たちはああいうクラッシュが各ジャンルのスターのアスリートの練習の段階ですね、トップスターのメンバーはですね、経験壁を乗り越えてまた復帰して、それでももう一回やって皆さんの前であれだけのパフォーマンスを盛り上げたいっていう、そこできちんと決めるときに決めると。でも今回ですね、これ見てて思ったんですけど、なんと1週間で彼退院してますよね。そうかね、普通ちょっとすねから思いっきり折れてますよね、ドキュメントみたいになってましたけど、復帰までの、普通に考えてだからその4週後にはもうバーチカル飛んで、ね、9週後にはダブルフリップやってましたね。まあ9週目、まあ若いからくっついてるのかもしれないけど、ボルトまだ抜けてないと思うんですけど、はい、その中であのダブルフロントフリップやスーパーマンフロントフリップですかね、やっぱ最初は怖いと思いますけど、ね、まあ100歩譲ってまあ物理的にはくっついてたとしてもですよ、ここが立ち直るかどうかですよね。結局ここですよね。ここっすよね。本当にここはね、注目浴びて、あの一番上のアプローチのスタート地点、あれ15メートルぐらいあるんですよね。あのメガランプのスタート台。あの怪我から復帰して何万人が見てる中で、はい、しかもそこから自転車で降りろって話でしょ。でやるわけでしょ。で成功しちゃうんですよね。ね。それはやっぱ感動が、感動だけじゃなく、まあこれね、言葉で言えないですね。すごいなっていうのはもう本当に。はい、でさらにですね、このアンディ・バックワースさんはこの大怪我から復帰して、そしてナイトロサーカスにも復帰して、さらに昨年の、デューツアーのですね、あれは衝撃でしたね。オーシャンチャンピオンシップ2014年のやつで、ついにですね、ゴールドメダル取るんですけど、その時の映像もね、ポチッとできるんですか、この番組は。大人のシステムでできます。アダルトシステムで、はい、昨年の彼のアンディ・バックワース選手の快挙、すごいですかこれ。いやこれ鳥肌立ちますよ、1回もクラッシュせずに走り切りましたから ね、あんだけの技でバックフリップ2回転に両手離して、俺がすごいなと思ったのは、スパインっていうね、スパインっていうこういうやつでしょ。これ飛びにくいぞ、こうジャンプってこうあってちょっと平らな部分とかこ うでこう飛ぶっすよね、まあ、もしくはここが何もないとかもある。ここがまず距離がない、そうすっごい難しいです。しかも着地がこうですからね。今この瞬間からこの映像を見るとすごいですよ。2人とも手合わせて、はい、ダームーみたいな感じになってしかもあの大会のセクションはね、はい、もう2人でこうやったように続いてるんですよ、はい、ね、そう続いてるんですよ。そうでも最後の方のランの最後の方で彼は1個目でそれで3やるんですよね、横1回転、横1回転、ここで言う3とは、はい、あの横1回転360のことですね、はい、やって僕のこっちでそのままダブルバックフリップをこの このこんなとこにね、そうじゃあ俺こう、だから普通はねこうなんですよ、はい、だから今までのだよね、こういうだこうだね、こういけるけど、でもやってください、はいはい、2人でやろう、2人で、ね、こうすると要はここに合わさないといけないですよ。そうなんですよ、ね、すごい難しい、なのに彼はダブルバックフリップしながらダブルそれでまあでもギリギリですよ着地ね、はい、引っかかってるけど、若干引っかかってますけど、足外れるけどでも修正こけなかったっ、ね、でしかもそれにひるまず次のセクションにもそのまんまの勢いでいってますからね。大御所のライアンももう負けたと思いますよ、あれは、だからだちょっと分かると、その彼のさっき言ったその怪我からのカムバック、ここの強さとか、あるいはそこに絡んできてるもうスーパーレジェンドだとか、はい、実はあの調べれば調べるほどあの動画にはドラマがいっぱいありますよ。いやー本当あれだけで、涙なくしては、見れない感動的なストーリーだ、ね、感じでがっつり
お話をね、うん、本当にこれあのレギュラーにしませんこれは、うん、もっと続けれそうですね、はい、続けられそうですので、はい、次のナイトロサーカスライブがやってくるまで延々これ続けるってことです、はい、そうするとやらざるを得なくなりますので、はいはい、いいと思います。ということで、はい、最終回は第何回になるか分かりませんがとりあえず今回第4回、はい、これで終了ということで、はい、いよいよクライマックス第5回目、はい、お楽しみにお願いします。